スタートの第3モニターは、両方の案内を締め切るためにここは少ない日に入ります。果たして何人ご覧いただきましょう。全社員が先ほど取りました。14番ランクスクリアスの3番ファンデーソルティーとグリーンと、そして6番手アクアイリスとバルグラム、そのうちに会社から、そしてその後ろから7番アラバリー、5番スラバリー、さあ残り533メートルの直線、今年の栄光をつかむのはどの馬か。先頭は14番アンディ・ガブリエル、スタルク・マラライカがものすごいスピード、先頭チャルネとアンディ・ガブリエル、ファンデーションスピリットも懸命に追う。2番手にスタルク・マラライカ、カオスかカオスか、先頭変わってスタルク・マラライカ、1アンディ・ガブリエル、ファンデーションスピリットも懸命に追う。3番手にラックサム・ベラミー、スタルク・マラライカ、スタルク・マラライカ、アンディ・ガブリエル捉えられるか。ラックサム・ベラミーが3番手、スタルク・マラライカが先頭だ。スタルク・マラライカ先頭、1着4番スタルク・マラライカ、2番3勝目、獲得賞金は2万5000枚突破。ライトマークの1着2着14番3着以上のような確定です。